こんにちは、ゆうです。パーズドラのお時間です。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。はい、今日は無課金サブサブアカ百式長老いきたいと思います。ちょっともう本当にね、柴犬丸にも続きね、重大な深刻な問題を抱えておりまして、全く環境についていけなくなりました。はい、でそのため全くダンジョン動画が出せない、挑戦してみた動画も出せないということで、これは闇属性で縛られた特殊なアカウントなんですけども、なんとスーパーゴッドフェスでね、ただいま 2.5% で闇属性の新フェス源が出るということでね、これはちょっとね、ヒートかなあかんということで、闇で縛ってる身としてはね、ちょっとごめんなさいね、ちょっとシャツがね、ちょっとなんか変な感じになってたんでね、今ちょっと喋りながら、カッコつけながら、直そうと思ったんですけど、無理やと思って今説明しました。はい。それではね、はい、またガチャ動画ばっかになって、ちょっと申し訳ないんですけど、それも、やっぱり引いていかんと、もうほんまに動画が出せないんで、もう、だって13すらクリアできないんですもん、もうこれ。このアカウント。それではね、まず、解説記念無料スーパーゴッドフェス行きたいと思います。もう、手っ取り早く行きましょう。あとね、柴犬丸をおそらくね、音声の録音方法ミスってるんですよ。だから編集めちゃくちゃ時間かかると思います。おってなんかちょっとゲップ出たみたいな音になったな、今。ちょっと焦った。ガチャドラにしてはなんかちょっと壮大やなと思ったら、闇カーリー。妖気持っとんな、闇カーリーでも。ああ、僕、闇カーリーね、実装の前からパズドラやってるんですけど、僕のボックスに来たのその4、5年後ですよ、実装されて。それぐらいほんまに相性悪かったんですよね。で、とりあえず104個もらって、ユーザー情報、購入履歴、無料配布、104個。それでは、行きたいと。思います。はい、魔法石10個スーパーゴッドフェスでございますね。はい、ダイヤ&ゴールド&グリーンガチャドラ 2.5%、 ほんま 2.5% ね。最近ね、ゲームセンターでもね、200円になった代わりに取りやすくなったりたり、このパズドラで言うと魔法石5から10個になった代わりにちょっと確率が上がったりとか、そういう傾向にあるんで、何でも今最近のね、エンタメって。だから僕は多分これ一発で出ると思いますね。ちょっと違った予定違った予定違った。イシスの武器ももうちょっとな、もうちょっとなんかちょっとね、強くなったらね、使うんですけどね。それでは2回目ですね。はい。まあ、これが言うたら、200円目みたいな。400円目か。はい。ん？ハクちゃん。ハクちゃんもね、ハクちゃん、あれかな。タイガーハクとか。いや、ちょっとなんかわけわからんな。わけわからんって言ってた。あー、なるほどね。なんか、ハクちゃんとこんな感じのステータスだって久しぶりに見た。よし。もう20個消えてるよ。ちょっとやばい。いや、でも、まだまだそんな慌てる時じゃない。はい。いやー、ちょっと、これ、柴犬丸の終わったやつ。詳しく前の動画ご覧ください。はい。ただし、音声録音の仕方、おそらくミスってるんで、編集にクソ時間かかってます。はい。はい。よし。ちょっともう、頼む。この先に着し。ちょっとめっちゃ喉痛かった今。ちょっとこれ闇にならんやろ。闇にはならんから。使えないですよね。でも、バイン・シュバルツのルシファーも欲しいんで、それもクエストクリアして引いたらいいだけなんですけど、4回か、ちょっと、さ、頼むわ。2.5% やん。今だけ特別セールみたいな感じやん。いやー、ちょっと待っ
で他の確率って何パーなの？ちょっとここであの乱数調整入れましょうか。 0.05 やん。むせた、むせた、なんか喉に負担かかってるわ。よし、それじゃ折り返し地点ですね。はい、ちょっとここ2体ぐらい出しておきたいな、せめて。頼むで。はい。あ、ここは一緒なのね。よし。あ、あ、何やねん、もうその硬直。いやー、ちょっと待てよ、ヘルメス、ヘルメス。あと4回さあ。よし。あ、そうそう、これはダイヤなんや。よし、来た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 。これした時は絶対出るよね、ダイヤ。硬直。確定演出。昼女神。なんで闇で縛ってんのに。昼女神様。でも全然いいやけどね。セナさんのイラスト美しいから。全然いいんすけど、いいんすけど。まあ、ちょっとこのアカウントでちょっと、申し訳ないんですけど、一応用事がないということで、はい、ちょっと大事に保管しておきたいと思います。それでは、あと3回ですね。黒い3連星っていうぐらいですかね、ガンダムで縁起がいいね。あと3ってことは、これ3連星やから、これで出るんちゃう、もしかして。来い来い、ガチだ、来い。ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、大切に保管しておこうと言ったけどさ、別に一体で、一体でいいっすよ。本当に、セナ先生な、イラストレーターさん、このメリーディスとかの、ノルディスとか、ノル、あれ、ちゃうわ。名前、ちょっと、推しのキャラなので名前忘れたんですけど、のイラストの方。こんな久しぶりだ。ちょっと、僕整理していきます。はい。はい。整理してきました。はい、そうだ。魔法制御塾。これのね、休憩時間で、しっかりと、次の2連続、スーパーゴッドエースで、ガチャドラさんが、番が回ってきたと思うんで、行きましょうか。はい。いや、ちょっと待って、待って、ちょっと闇属性のキャラ一旦出てなくない？マジで、ことごとく闇の属性に、縁がないんやけど、ちょっとまずい、ちょっとびっくりする、びっくりする。もう、連星人なしとか、もういいから。さあ、この一撃に、すべてをかける。最悪の状況。最悪の、何やったっけ、忘れた。怪獣風に言うと、恋に、まあ、で、そんな、まったくもう。それでは、結果見ていきましょう。はい、上からですね、闇カーリーとハクちゃんだけ闇属性で、フェスゲンは見事に全部光。次はちょっとテニプリの交換所見ていきましょうか。はい、テニプリの交換所で、なんか闇属性って言ったかな。あれか。テニプリ、徳川くんぐらいしかサイリアはね、ご縁がなかったということで。はい、もう大敗北でございますね。実はね、ちょっと、こそっと、もうランク12ぐらいの僕ちょっとプライベートで遊んでるアカウントがございまして、そちらでは1回目でガチャドラ出たんですよ、新フェスゲン。それでウッキウキで、このアカウントでもよし行くぞって挑んだんですけど、出ませんでした。はい、それではこの辺でお開きにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、この動画が良かったよという方は高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あとはね、何が出たとか、皆さんのガチャ結果も全然気軽に教えてください。ガチャドラーが出ましたって言った方は、分けてってコメントしに行きます。てか、僕に、このアカウントにチャージする分の Apple ID の、はい、教えてくださいって、お願いしに行きます。
嘘です。それでは最後にご視聴いただきありがとうございました。よければね、概要欄に、カツオちゃんっていうね、リンクが貼ってあるので、そこに僕の SNS 全部詰め込んだものが置いてあるので、そこもチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。次はね、もう明日から6月なんでね、頑張ってクエストクリアして、まあ、ありったけの魔法石をかけ集めて、またガチャ引いていきたいと思うんで、はい。それではね、またよろしくお願いします。今後とも、はい。それでは、またね、何回言うねん。はい。バイバイ。